はい、道山です。ここでは高校受験の志望校の決め方、これについて解説していきます。最近ですね、志望校が決められないとか、行きたい高校が見つからないとか、こういった相談をよくいただきます。で、なんでじゃあ志望校決まらないのかっていうのと、じゃあ具体的にどういうふうに決めていったらいいのかっていうのを、中学生と中学生のお母さん向けにですね、解説していきます。そもそも志望校が決まらないっていうのは、これ実はもう仕方がないことなんですよ。なんでかっていうと、例えばあなたが今、僕がね、あなたに対して、じゃあ A 高校と B 高校どっち行きたいですかと質問しても答えられないですよね。なぜなら A 高校も B 高校もわからないからだと思うんですよ。それと同じで、たまたまあなたは今ね、自分が住んでいる地域に住んでいると思うんですけど、そこに住んでいたからといって、あなたの住んでいる地域の高校の情報ってほとんど知らないと思うんですよ。ちょっとその先輩がね、行ってるから何々高校っていう名前だけ聞いたことあるよとか、その程度しかおそらくわからないと思うんですよ。だからそんな状態で志望校決めろって言われても、決められる方がおかしいんですよね。じゃあ中学校がそういうことを教えてくれるんじゃないですかって思うかもしれないんですが、これね、中学校でもやっぱり限界があるんですよ。あなたの住んでる地域にはね、おそらくもう数え切れないほどの高校があるんですよ。さらに高校っていうのは別に自分たちが住んでるね、都道府県以外のところに行ってもいいわけなので、もう全国で考えたらもう本当に何千っていう高校があるわけですよ。そんなの全部説明できないですよね、中学校が。だからもう中学校に頼るっていうこと自体もこれ間違いなんですよ。別に中学校が悪いとかじゃなくて、全員をサポートしきれないので、これはもう無理なんですよ。じゃあどういうふうにしてったら志望校決められるのかというと、おのずと分かってきますよね。これは何かというと、最初に資料を集めることです。いいですか、資料を集める、もう何でもいいです。あなたが高校に行くと決めた時に、どういう条件があったら嬉しいかなっていうのを少し考えてみてください。例えば制服が可愛いがいいとかね、行きたい部活があるところがいいとか、大学への進学率が高いところがいいとか、いろんな条件あると思うんですよ。これをまずは考えて、それにも該当する高校の資料をひたすら集めてください。もちろん高校で、もらってきてもいいですし、郵送してもらってもいいですし、本屋さんとか行くとね、まとめてその高校がの情報が集まった本とかも売ってると思うので、そういうのをとにかく買って資料をたくさん集めましょう。で、自分の中で、どういう高校があるのかなっていうのをまずは知識として入れていく。中学生本人の子ももちろんそうですし、お父さんお母さんの知識にするっていうのも大事になります。次に資料を集めたら、実際に見学に行ってください。この世の中にはですね、真空 E という法則があります。真空 E、 これは何かというと、真っていうのは体ですね、つまり動くっていうこと、行動ってことです。空っていうのは口に出す言葉ってことですね。E っていうのは意識、考えるってことです。先ほど決まらない理由ね、決まらないっていうのはこれ考えてもわからないってことですよね。頭の中で想像しても行きたい高校見えてこないよと。で、そこで調べてもらったわけですよ。調べていくと、僕はね、 A 高校がいい、 B 高校も楽しそうだなっていう感じで、親とこう口に出して話をしますよね。だから E の状態から空の状態に1個レベルが上がるんですよ。だから少し見えてくるんですよね。でもそれでもやっぱり志望校見えてこない子がいると思うんですよ。その場合、空からさらにもう1ランク上の真の状態、つまり行動するって状態に上げていくと、また見えるようになってくるんですよ、高校が。ですので具体的に何をすべきかというと、実際に足を運ぶってことなんですよ。ただ資料を見てるだけではなくて、体とかその雰囲気ですねを感じることによって、あ、俺はこの高校行きたいなとか、もう直感で分かります、これ行けば。ですので、学校説明会でもいいですし、もうそういうのがなかったらもう自分で行っていただいてもいいのでね、そういう感じで学校に行くようにしてください。あと、よく親とか先生に相談する子がいるんですが、
相談するのは全然悪くないんですけど、相談しても答えは見えてきません。なぜなら親とか教員の人とあなたの考え方違うんですよ、心が。だからお母さんとかね、お父さんとか先生がこの高校いいんじゃないって言っても、それは先生とかお母さんにとっていい高校なんですよ。あなたにとっていいと思う高校とは違いますよね。だから一つ参考にはなるかもしれませんが、それで決めようとしないでください。最後は自分で決めるっていうのが大事になってきます。いいですか。高校受験に受かるためにはですね、今言ったような感じで志望校を決めていくことが大事なんですが、それと同じでね、同時並行でやはり成績を上げていくことも大事になってきます。これについては僕がですね、7日間の成績アップ無料メール講座というのを配信しておりますので、もし興味がある方はこちら一度読んでみてください。あと今回お話しした志望校の話ですね、もう少し詳しい説明僕のホームページに書いてありますので、一度この動画の下の URL のところからそちらも読んでみてください。